でーっということにしてでーっと拭き取ったり、戦場だったら暴動が起きてますチームのウェザリングが強力すぎてなか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 ぼやけないんですけど、専務と遊ぼう、専務と遊ぼう。こんにちは、 NMB48 の和田美優です。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして広報くんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、イエーイ、ありがとうございます。専務とどんと遊んでみよう。はい、今日は何をして遊びますか。今日はですね、はい、前回の大阪芸大ってところで、はい、そのタイガー戦車で持っていて煙花火とかですね、はい、遊んだんですよ、はい、これがそうなんですけど、はい、またこんなにこれ全部使うはずやったんですが、あまりにもボロッコ使ったら煙だらけになってちょっとすごかったですよね。はい、で今回ちょっとここへこれをつけたおかげで、はい、ちょっと焦げちゃったので、はい、え、だって確か借り物でしたよね。そう、そのマックスファクトリーさんから、はい、あのお借りしてですね、試作品なんで、まあ綺麗にものだったんですけど、はい、ちょっとまあ無駄目やったらええやろと思ったら焦げちゃいました。いやで担当者が焦げたよと言ったらもういいですから専務やからもせったらシャーレあげます、そうやったらと、優しい、なんともらっちゃったんです、やばもらうために焦がしたんだまあくれるとは思った気もする。せっかくいただいた素晴らしいでかい戦車なので、はい、素晴らしい戦車に仕上げてですね、マックスファクトリーさんへの僕らの恩を返そうと、はい、いうことなので、これをちょっと塗って仕上げようと、でご紹介しようという、はい、なんてこの素晴らしい専務の心の良さがですね、はい、出ているらしい。そうかな、はい、今日は、はい、ということで今日はもうそれプラス、はい、あの助っ人をまた呼んで、はい、プラモといえば、はい、この男、はい、覚えてます、誰か。塩入りさんです。ハゲマンという形でなかったです。はい、はい、先ほどのプラモを開発する、はい、お邪魔しております塩入りです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、で実はここまで来るのに1時間ちょっとぐらいでダーはやったんですよ、僕の一人で、これ何をしたかというと、前ねテカテカでピカピカやったんです。確かに、うん、汚かったでしょ。ほんまや、勝手に勝手に汚してもらいました。カヤドによるとすぐにこれで、はい、カヤドは汚くなるところなんです、はい、この履帯をちょっとね、あのシャバシャバにしたあの水性塗料で汚しました、はい、うん、戦車ってほら汚いからブルドーザーでも何でもケタビラ、あ、履帯、ケタビラってあかんで、履帯は汚いのです。ということで、はめてみてください。はい、ガチャン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 。で、ここにギザギザにはます、かませます。はい、噛んで。噛んでる？うん、かましました。かましました。はい、でこれをもうぐーっとゴムやから引っ張れやね。怖い。怖くない、怖くない。これで壊れたら今回の仕事終わり。全然信頼ないんですけど。あ、大丈夫大丈夫。朝してからも。模型に関しては安心と安全の専務です。本当ですか。はい、できた。いやいや、今のは嘘です。あれ、部下から言われてる。部下が、部下。部下。僕のプラモを専務は壊しました。壊してるやん。はい、前の12万円のプラモってどこまで進みましたか。はい、ちょっと今精神統一の時間が長くて。どういうこと。あれ、もしかして。もしかして作る前に所作がちょっと必要で、嘘、今念を込めてるところですので、そんなんいるんですか。皆さんに期待させてですね、まだできてないという、この OK できた、はい、謝れ、心がもやっとしながら、はい、高瀬ちゃん修理できました。いやいや、まだできてね。ということで一応形にはなりました、はい、でですね、ここから仕上げでですね、でいつものまず用意するのは紙コップ、はい、ウエスボロ切れ、溶剤、ウェザリングカラーで汚し専門のカラーです、うん、化粧、戦車にお化粧しないと、戦車のお化粧って汚しなんですよ。みゆちゃんのお化粧のポイントってどこですか。リップ、はい、をツヤを出したりとかしますよね、そこに、はい、あの何をどう出すためのポイントがあるんですか。え、わかんない、プルプルにしてます。あ、プルプル、はい、はい、ということで、まあ、恥ずかしい。いやいや、いいことです、はい、で僕らここにはプルプルの下でモヤモヤとしたものをちゃんとこれで用意するのですが、まあ、でーということにしてですね、でーっと拭き取った状態が今のデートダーです、はい、ゆうちゃんの好きなあんまり言いたくないデートダーです、はい、ただデートダーのおかげでこういうところがですねまだまだ荒いのです、うんうん、まずはこれをくしゃみ
まずはくしゃみ。くしゃみをして。くしゃみです。はい。まずはくしゃみは大事なことです。そんな説明があるんですか。まずはこうやって溶剤をですね。やべ。やべ。素晴らしい。男らしい。男らしい。まだチメチメやるんですが、僕らもデーって。はい。ということでしおりさんはこれで、ほうとうの方お願いします。あ、上の方。はい、あ、僕はここあれもするんですね。はい。僕は、はい。これほらここ見といてもらうとね。ふきふけふけ。ガシガシガシ。吹いたらぼやいてくるんですか。ぼやけるんで、ここにはっきりとした残ったあざみたいな跡をですね。ちょっと気になってるから消したいのです。ここは。専務のウェザリングが強力すぎてなかなかぼやけないんですけど。強すぎたね。あ、そうなんや。取れにくい時はアクリル使ってみせよう。これアルコール系のね溶剤もあるのです。違うメーカーのやつですけど、あ、こっちは取れる感もね。これが気になるのよね。これね、取りたいですよね。あ、もう取れた。アクリルのは取れるね。はい。あ、こうやってほら綺麗になったでしょ。で、綿棒ですね。どうつ、これ綿棒一緒ですよね、はい、どう使うんですか。こうジャバジャバとね、はい、溶剤使って、ここはこれ指が入らないんですよ。ここをこうやってゴシゴシゴシ、ほらこうやるとね、細かいところも取れちゃう。あれ、塩入りさん的にあの専務のと塗装テクニックっていかがなもんですか。あ、本物っぽいって感じなんですよ。ぽい。そうです。要は細かくしすぎちゃうと、あ、ぽい。やっぱり模型的な、なんか汚れ方になって、で本物って見ると本当にこなんでこう汚れるんだってわからないような汚れ方するんですけど、やっぱ専務の汚し方はそっちに近いんですよね。より本物に近い汚れ方というか、特にですね、あの気になるというか、なんか汚ねえなーと、汚ねえとかはっきり分かりすぎるところだけをちょっとやればですね、まあ、今回は良しとしましょう。このザートらしいなんか残ったこういうなんかアザみたいなもんだけは消しときたいのです。それはまたその汚れとは違う、うん、汚れなんですけど、不自然な汚れ嫌いなんで、さっき今塩入さんが言ったように、ちょっと嘘っぽいなとか、そんなくどまでやったらけんやろっていうのが気になる。やりすぎも、はい、そう。ちょっとね、いやでもこんなに大きいからなかなか新鮮ですよね。そうだね、はい、こんなとこに、まあ、普通の模型にここまで、ええところは実物みたいなもんなんで、結構雑にね、良い子の皆さんはなかなかこんなことは真似できないです。5万円ぐらいで買ったプランもこんな風にして遊べるんですよ。もらいもんやしね。いや絶対言ったらダメでしょ。自由におおらかに使えるという。爆破して仕方なくいただいたものですから。でお次はですね、これタイヤ、天輪と言いますね。これが地面に触れたりとかするので、これをね汚し、砂っぽくして汚しちゃいます。ここからさらに、ここからさらに、これで何と書いてある、グレッシュブラウンやって。グレッシュなブラウン、つまりあの灰色っぽい茶色、灰茶色、こんな色です。まあ、砂みたいな色ですな。で、これをですね、まずはこれ、ぐちゅ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 。すごい、ワイルドでしょ。これ下に段ボール引いてると便利ですよ、これ。そうか、試し塗りが。そう、様子もできるし。これでですね、まあ一回もっと、汚れろって。わぁ、素晴らしい。この砂というか泥がついた感じの、これでちょっとマイルドに、この最初にした汚れ、マイルドという、これをマイルドというのかねってやつですけどね。言い方結構豪快に。豪快ですよ。すごい、マグロをなんかこう、なんかしてるみたいですよね。もっとデーって、もうデーデーは、いつもだいたい専務と遊ぼう、ダーとデーが多いです。では次の色です。これがですね、メタリックグレーという鉄の色です。これキャタピラって鉄の塊なんですよ。重たいですよって。これをですね、泥に汚したんですけど、このままでは汚すぎただけで終わってしまうの で、これをいきなりこれをやるのです。はい、これの塩井さん意味を言うてください。ほら、このアップにするとよくわかると思うんですけど、これ何してるかというと、まあ、エッジというかね、そこにこういった形があるよっていうのが分かりやすくするための、あ、違和感、あ、全面をこれやりたいので外そうか、もう一回外そうか。
これ戦場だったら暴動が起きてますめっちゃ取れました全部なんか取れましたよ。なんか取れた。こんなんよく取れる話です。嘘。ああ。なんか落ちたし。ああ。で、まずははめ込んでるだけやから。ま、くしゃみはもうなかった。くしゃみなかった。じゃあ、貸していって。いつもこんなカオスな感じなんですか。大丈夫。ずっとカオスです。ここの出てるところ、はい、とこだけを鉄の方になるとですね。うん、おれ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 。重そうになりますね。重そうになるんですよ。ゴムやったあの黒の何のアイソもないものが、うん、しおいさんが見えます、はい、一周したらですね、次はどうするかというと、しおいさん、はい、はい、反対向けます。反対、反対、つまりくるっと向けるとここもですね、これやっとかんと、はい、の砂の部分とこの鉄の部分をいい感じでブレンドさせるわけですな。はい、しおりさんもあの専務がやってるのに塗りながらこうデーデー言ってもらっていいですか。デーダーって言って、デーダーいきます、はいはい、じゃあちょっと、はい、あとね、僕のやつを真似してもらうという形で、はい、やだやだ、ほんまにやってください。ほんまに無理です。いきますよ、いきます。マジで。いやでも楽しいですよ。こ, こ, 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 こでそうが面白いですね。そう、実際ね。こういう時はね。ちょっとそれやると顔しか見なくなるで。みんな塗ってる方みたいな。いやもうずっと塗ってるの見なくていいんですよ。こんなもんはもうエンタメやから。ちょっとあの放送する前に一回僕見せてください。いやいや。あの確認だけはするけど、君に許可の却下する権利はないから。ちょっとあのモザイクだけお願いしますっていいかな。みゆちゃんもやって、はい、あ、大丈夫です。もうダメです。NG、アイドル NG やで。さっきあのアーティストを褒められたらやっぱりミスマッチがいいから、みゆちゃんみたいな可愛い子があのデーをやるだけで、はい、ね、大事だね、候補ね、うん、いや、そうですよね。まあ、った早い、オッケー、はい、はい、ここでいけました。あ、でも、はい、あ、すごい、すごい、ほらほら、こういう風にすごい、なかなか鉄っぽくなって、はい、ここに銀を入れる。あとはこれで本当は古速な真似をするときは、古速な真似、あの錆びたあの 赤いなんか錆色をちょこちょこって入れたりとかね、はい、そうするとよりあの味付けはできます。確かに重量感出ましたね。もう出る出る、うんうん、これ使おうかな。僕らも作るときにこんな持ったことないんですけど。これじゃ何か分かるよね。スポンジ、はい、スポンジです、うん、おスポンジ、はい、スポンジ、うん、あげます。あげます、スポンジをあげます。もらいました、はい、で、今使ったこの鉄色、うん、まあ、この角あたりがいいかな。ここの辺の白井さん、角あたりに使ってね、なるほど、つけるでしょ、はい、で、こう叩くんですよ。そうすると筆では出ないこのつぶつぶした感じが出ます。で、これをどうするかというと、チッピングというんですけど、チップ、ピッ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 とチッピングっていうのはこう、この角にね、こういう鉄が剥げた感じ。本来これは鉄の実物は、本物は鉄でできてるので、こう鉄がですね、ぶつかると剥げるんです。それは50トンも60トン近いかある、58トンあるのかな、タイガー戦車って、むちゃくちゃ重いんですよ。で、いろんなものをやってると、鉄の上から色塗ってるんで、重量感出すのはこの縁をですね、だいたい擦ったら、あの、剥げます。ほら、こう分かりやすいでしょ、こういうの見てると。このほら、縁縁。ここはどうせ見えないとこやから、様子見てるんですけど、こうやるとほら、この中にこれ公園のほら、滑り台とか、ああいう鉄が剥げてる感じ、ああいうリアルな、ちょっと、リアルっぽくありますね、はい、こう、剥げたよ、剥げてるよというところでの、このこれどっちのこと言ってるこのこの剥げ、このつつり剥げるのは難しいです。あのまばらに剥げてる汚いあのヨーカによるよくおるおっちゃんが言わないでください。気にするちょっと嫌なぼやかしたんですけど。いやいやいや、いや、びっくりして今急にブーストがかかったから、ね、あれハゲのスイッチ入るとやばいっすよね。急に録音されました。そうそうそう、でもやっぱかっこいいですね。かっこいいでしょ、なんか思わずやりすぎてしまって、そうそう、先生ただの鉄になりそうになってる。ゲゲゲ、
まあこの辺なんか特にもうすごいポイントになるんですよ。これやると楽しいんだ。でやりすぎたらまたね、もう一回あのダークゲートこの元の戦車に戻しちゃいいので、やりすぎはいいですよ。ディティールが細かくいっぱい入ってるところなんか特にねええのですよ。この平らなところもね、この後頭の周り、あのこの辺、この辺です、ね、そうですね。ほら楽しいな。そうですね、はい。でもこの前もだから最近も前のミオちゃんのネロンが見て、我ながらねちょっとね、あよくいい教え方してるから素晴らしいわって、あの素人にというか普通のクローズでもここまでうまく塗れんわってぐらいね、よくできてるんですよあれ、うん、すごい、うん、なかなかにね良いセンスしてはりますよ。センスあるんや。そう、ね、知らなかったですここに来るまで、うん、そうでしょう、はい、筆でやるとねこれわざとらしくなるんですよ。スポンジやったらねわざとやろうとしてもつぶつぶになるので、うん、本来だったらこういうね筆でねこういうことするんですけど、これ赤でほら筆やったらこんな風になっちゃってね、あのベタッとほらベチャッとなるでしょ。本当全然違いますね。てん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 となるところが素晴らしいので。こういうスポンジのテクニックは塩入さんもやったりするんですか？そう、あんまやらないんですよね。飛行機であんまり使わんか。飛行機も使うんですけど、やっぱもう家が狭すぎてポンポンするこんな領域ができないで、ね、下にこう段ボールを引いて、うん、はい、でこんなにでかいので、うんうんうん、これで一通りできて、あと包丁じゃぐるっと塩入さんつけてみてください、はい、つけましょうか。で大体出来上がりな、はい、ミオちゃんもそれもさっきこれ貸しておくれ。あ、いや、やりすぎでいいんですよ。はい、はまった、はい、やったー、はい、ということで、さあマックス君にもこれだったらええやろということで、わずかこの30分足らずでこの仕上がり、すごい、やったー、すごい、ここも変わるんや、ここも変わるんです。なかなかいい感じで、なお戦車やっていう感じになりました。あとはもっとええってやけど、まあこれだけできたらもう前のツルンツルンのなんか薄っぺらいプラスチックのおもちゃみたいなものがこんなにリアルになったから、うん、えっへん、うん、ということです。ツルツルの、はい、ツルツルがガサガサに、はい、いやかっこいいですよ。もう早く外で見たいですね、うん、そう、うん、やったー、ということでこれが走るから、はい、あ、ミュウちゃんどう？え、この間見たとき、これが戦車って言われてあんまり実感が湧かなかったんですけど、これを見てやっとなんかうわめっちゃ戦車っぽいなって思いました。前回のビフォーアフターでちょっと写真撮って比べたいもので、はい、ということで無事に終わってよかった。はい、そしてお知らせです。世界最大級の造形フィギュアの祭典ワンダーフェスティバル2023冬2月12日幕張メッセにて開催。今回もたくさんのディーラーさんに出展いただけます。その他ステージイベントや第1回幕張国際レイバーショーも開催します。セム、見どころはありますか？はい、今回の見どころのお知らせはですね、はい、なんと今回戦車やったじゃないですか。ひょっとしたら今現在あの交渉中なんですけども、自衛隊の駐屯地が、千葉県にもいっぱいありましてですね、そこから実物の戦車または装甲戦闘車両が、登場して皆さんと一緒に記念写真撮ったり、遊べるように、戦車でみんな遊べるかもしれないという、とりあえずそういうのは今現在企画絶賛進行中です。お楽しみに。わー、楽しい。戦車に帰りやっていいね。はい、はい、あと専務、あの、はい、しおりさんこんだけ頑張ってはるんで、よかったらお給料を上げてください。この人にね、はい、お金何ぼあげてもね無駄遣いしかせんからね。本当はね、まあ、あげたらあげたら、まあ、全部プラモに使って、 あと、まあ、缶コーヒーとタバコ代に使っちゃう、はいはい、言わなくて大丈夫。いや、男の中の男やからそれ全然フォローなってない。男の中の男は、はい、こんにちは、失礼します。これ4パチやろ。絵がね、もうやっぱもう絵がかっこいいんですよね。これ B やったっけ？ B です。 B 型やろ。専務は喋ると止まらない。